信州ってすごい。大きな社会現象から小さな町の話題まで、 ABN アナウンサーが総力を挙げて探ります。いいね、信州すご力。小海町にやってきました。標高およそ1300メートルの松原湖高原です。見てください、八ヶ岳雪化粧、そして手前には麓の紅葉が広がって見事な景色です。今日のいいね信州すご力は、大きな社会現象にも迫りたいと思います。11月初め、佐久市で開かれた講演会に多くの人が集まっていました。壇上に現れたのは映画監督の新海誠さんです。新海誠さんは大ヒット中のアニメーション映画君の名はを生み出した人です。皆さんご存知の通り、新海誠さんは長野県の出身、小海町で育ち、佐久市の高校を卒業しました。三葉の通っていた高校が、はい、もしかしたら野沢北高校なんじゃないのかなっていうの、はいはい、いろんな場所で話をするたびに、ここはうちの高校ですかというふうに言われるんですが、野沢北高校じゃないですね。作ってる最中一度も思い出しませんでした。でもまあ、自分が高校や学校の風景を描くときに、自分が過ごした小海中学校や野沢北高校というのは自分の中に染み付いていて、その記憶は自分の絵にもはみ出しているんだなというふうには感じました。美しく、どこか懐かしさを感じる景色、自分に染みついたふるさとの記憶から描かれるという、そんな風景描写が新海誠さんの作品の特徴でもあります。今日のいいね信州すご力、新海誠さんが育った小海町を訪れ、新海作品の真骨頂ともいえる作品に登場する美しい景色、その原風景を探してみます。まあ、一番は向こうの、まあ、いいですね、こういう感じかな、映画で切り取るとしたら。小海町は長野県の東部、八ヶ岳連峰の東山麓に広がる人口4800人余りの自然豊かな町です。町の南に位置する松原湖周辺には別荘地なども広がり、冬はワカサギ釣りでにぎわう観光地です。まずは新海誠さんのお話を聞いてみましょう。新海監督の作品で欠かせないものというのは、やっぱり緻密な風景描写だと思うんですけれども、その風景描写にこだわりを持ち続けるその理由というのはどういうところなんでしょうか。アニメーションとか映画っていうのは人間を描くものではあるんですが、ただ人間というのは風景からは独立して存在しないものだからだと思います。もっと言ってしまえば、風景とかその環境が人間を作るんだと思うんですよね。ということは、新海監督を作り上げたのは、原点は小海町じゃないかなとやっぱりそうですね、思うんですが、その自身の作品にその生まれ育った小海町っていうのの影響とかは投影されているんですか。それはもうたくさん出ちゃってると思いますね。極端な言い方をしてしまえば、例えば川を描いたら、それは小海町を流れていた愛木川や千曲川の絵になってしまうんですね。空を描いたとしたら、自分が眺めて育ってきた小海で眺めた空の雲になってしまいます。あるいはそのガードレールを描こうと思った時に最初に思い浮かぶのは、小海町にあったガードレールですよね。それはこうもう10年20年30年とその場所にあり続けたガードレールで、何度も車がこすったりして、もうぐにゃぐにゃに曲がっていたり錆びていたりするんですけども、でもその土地のその場所の歴史を伝えてくれるガードレールですよね。東京にあるガードレールとは全然違うわけです。アスファルトも、そうですね、何もかも違う。ですから、そうですね、すごく強い影響を受けているはずですね。監督の作品いくつか、踏切がよく出てくるんじゃないかなって、出てますね、それは、お好きなんですか、踏切が。踏切は
好きかもしれないですね。あの線路が好きですね、やっぱり線路って地元に住んでいた頃こう地元の外につながる道だったわけですよ。まっすぐつながっていてこうずっと歩いていけば知らない場所に行けるんじゃないかっていう場所だったし、あと踏切っていうのはそのやっぱり物語的にも境界なわけですよね。こちら側とあちら側があって遮断機があってそれをこう越えるっていうことに意味を持たせたりもできるし、だから線路や踏切は好きなんだと思います。君の名はの中にも小見町のまあやっぱりあそこは真流し地区あたりかな、真流し地区あたりにあるような、なんだろう、まあ山の真ん中にあるような踏切の絵が、神戸にある踏切とよく似た、踏切が君の名の中にも出てくると思います。同じような風景は探せるんじゃないですかね。なんか一瞬踏切がやっぱり、はい、そうですね、一瞬出てきますね、はいはい、ただあそこがモデルってわけではないんですが、ただまあ僕が描くときにイメージ していたのはやっぱ神戸町の踏切ではありますね。昔ながらのショッピングセンターもあってこう古き良き町並みを残していますね、この辺りは。お、神戸線の線路をまた行きます。ちょっと映画で出てくるような田舎の雰囲気になってきた気がします。ほら、例えばこれ石垣、もう人の高さぐらいまでありますよ。神戸駅の東側に広がる集落には古い石垣や懐かしい佇まいが数多く残っています。新海誠さんはこの辺りで生まれ育ちました。お、もしかして移動販売？こんにちは、すみません、長野朝日放送です。あ、新海誠さんですか？はい。あ、やっぱすぐ名前が出てきましたね。昔はマコ兄ちゃん、マコ兄ちゃんと皆さんに慕われてた。マコトのマコ兄ちゃんって言われたんですか？マコ兄ちゃんって言われてましたね。映画見てどうでした？あの地名なんかも神戸の地名が出てきましたし、はい、踏切とか全部神戸線とか出てました。それでも嬉しいですね。あ、嬉しいですね。なんか地元のもう本当に有名な人で、はい、誇りですね。今そこにずっと立ってずっと見てるおじさまがいたんだけどな。こんにちは。あ、長野朝日放送と申します。お父さん今僕らのこと見てましたね。見てましたよね。そこから見てましたよね。神戸は君の名で有名なもんで、まあ、いろんな方が美術館にも来るんですよ、はい。それで、その状況を皆さん撮影に来たんじゃないかなと思って見ていた。正解です。あ、ほらなったし、うん、ほらなった。そうですか。ちょっとその場所、お父さんお店大丈夫ですか？大丈夫？あのこの道をずっと行くとあそこに橋があるんですけど、はい、橋、これを橋を渡らないでこう行くとあのちょうど病院のこっち側、それからこれもよく来ますね。美術館に来た方があったら、はい、橋を見てきますよ。どこを見ればいいですか？ あの橋の真ん中どこからこの川の流れ、はい、あのいいところがある。あそこですね、はい、じゃあ行ってみます、はい、ありがとうございます。はい。おお、千曲川と奥には紅葉、それからね病院もあったりしてちょうどよく街並みが溶け込んでますね。そうか、ここがおすすめの場所か。いいですね、川の音と空も青いし風で揺らめくすすき。
松原湖です。おー綺麗だな。こういう感じです。この木の木漏れ日、光がこう歩くと出たり消えたりする感じが君の名はの中でも象徴的に描かれてましたね。おーまさに映画の世界だ。これずっと行くと、モミジがいっぱいあるところがあるんですけど、はい、まあ、そこら辺がまだ人も多いですし、紅葉も綺麗、まだ綺麗です。あ、じゃあ行ってみます。ぜひ、ありがとうございます。行ってみてください。モミジが綺麗だって言ってましたね。モミジどっちだろう。うわ、この紅葉すごいな。この鮮やかさ、これはすごいですね。現実世界ですけど、ちょっと映画のその鮮やかな風景に入り込んだ感じがしますね。湖の上に立つ神社、これまさしく映画で出てくる世界ですよ。新海さんも来たことあるんでしょうかね。松原諏訪神社です。こんにちは。長野朝日放送山岡と申します。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、はい、ニュースになってましたよ。あ、ここの訪れる人がものすごいって聞いたんですけど。はい、そうですね。当館始まって以来前の、多くの人数のお客様がお見えになってますね。はい。はい、神見町高原美術館で開かれている君の名は展。会場には制作初期の企画書や新海誠さん自身による絵コンテ、作品をイメージした風景画など貴重な資料が展示されています。展覧会の初日には全国から多くのファンが来場。開館前におよそ80人が並ぶ人気となりました。大阪です。大阪から。私は全泊で、はい、で神戸から。皆さんどういう作品に注目されるんですか？そうですね、本当今回は出たことのない貴重な資料がたくさん出ていますので、そういう本当に細かいところを皆さんよく見られてますよ。あ、こういう感じで絵コンテがありますね、はい、映像がこういう形で出てきて、どういうことをし始める、カメラが近づき始める、背中に回り込む、水星がフレームに入ってくるというのが時間でこう示されているわけですね。そうですね。よく新海監督の作品に出てくるのが線路とか踏切なんですよ。私たちこの神戸町に住んでいますと見慣れた風景だなというふうにどうしても思ってしまうんですよ。こう田んぼとか畑の中を一本の線路が通っていて、でこう本当に狭い道と交差してそこに踏切があると。設定上はね、岐阜県の架空の町なんですけれども、そうですね、やっぱり信州らしさを感じてしまいますよね。どうしても感じますよね。でよく考えてみますと、新海監督 の, その田舎での体験っていうのはやはりこの神戸町しかないんじゃないですか。で神戸町にお生まれになってここでお育ちになって東京に出られたっていうことですので、おそらく新海監督 の, 原風景っていうのは神戸町にあるんじゃないかなというふうに感じます。美術館の隣にあるカフェにやってきました。ここではですね、映画の君の名はにちなんで劇中で登場するパンケーキをこのお店で再現したそうです。それがこちらです。
映画の中で主人公が美味しそうに食べるパンケーキ、そのパンケーキをイメージして作られたオリジナルメニューが美術館に併設されたレストランで食べられます。ではいただきます。このベリーの酸っぱさとふわふわのパンケーキ、シロップが包み込んで最高です。切れました。もう食べていいですか。うまっ。さあお腹空いてきましたね。もう小海町の食といったらもう僕がパッと浮かぶのがここです。丼屋風取り、ここは本当におすすめ。僕南佐久郡に来るともう必ずと言っていいほど八夜丼のお店です。いらっしゃいませ。ここメニューの量が半端ないんですよ。丼物っていうところだけでバーって書いて、いやどうしようかな。見てくださいこれ、メニューがすごいんですよ量で。海鮮も美味しいし馬刺しも美味しいし、いつも迷うんですよね。なんか来てくれてますよね。僕結構来てます、はい、ありがとうございますありがとうございます。おこれすごいですね、風取り丼、はい、カツ丼の豪華バージョン。あそうですね、はい、じゃあ僕これにします。はい、国道141号沿いにある丼屋風取り、豊富なメニューとアットホームな感じが山岡アナウンサーのお気に入りです。こちらが風取り丼、豚、イカ、白身魚、エビをフライにして卵でとじた豪華版のカツ丼です。いただきます。これが風取り丼です。すごいこのボリューム、ちょっと見てくださいカツ、ほら超肉厚じゃないですかこれ。我慢できずに食べちゃいました。うまっ。ここ刺身も美味しいし馬刺しも美味しいし、しらす丼も美味しいし、ちょっとそれしらす丼頼みましょうよ。で食べてくださいよ、それ取れば。というわけでスタッフもこの後昼食。こちらのお店普段は取材を受けないそうなんですが、山岡アナウンサーが常連ということもあって今回は特別に OK をいただきました。本当にありがとうございました。この後映画に出てきそうな踏切発見、完成の踏切、そして新海誠さんにもまだまだお話をお聞きします。小海町の風景を全部覚えて記憶して、自分が好きだった眺めを全部頭の中に入れて東京に持っていこうというふうに思ったんですね。こんにちは、長野朝日放送と申します。すごいじゃない。さっき大黒屋さんから、はい、あの踏切のいい景色があるっていう話を聞いたんですけど、この辺りかな。今日そこに小海線が入ってる。あ、入ってる。本当だ。音がいいですね。この時間で私が生活しているところもあるんです。あ、何だったら何時の汽車が、ね、はい、下ってったね、何時の汽車が来たねって言ってね、日々変わるんですよね、この景色の
特にこの紅葉の時は色がね、はい、毎朝くらい色が変わってくるもんで、あ昔こういうのは見てたなあって。あそうか、そういうのも思い出しながらですね、ですね、仕事してるわけですね。お庭も成功うどくというのでね字に全くその通りね。あここが踏切ですね、神戸線の踏切。ああいいじゃないですか、単線の踏切いいですね。こういう感じかな、映画で切り取るとしたら。神戸町付近の神戸線にはこんな踏切がいくつかあります。作品の面影を訪ねて多くの映画ファンが訪れるそうです。僕は神戸町や佐久市から出て、見たこともないというか、もっとこう広くて、新しい場所に行きたいって気持ちはずっとあったんですね。特に高校生の頃は強くて、同時にですね、やっぱり地元がすごく好きだったんですね。いざ上京しなければいけない直前になったらすごく寂しくなって、高校3年生の春休み、本当に東京でやっていけるのかなと思って、そのもう神戸町の風景を全部覚えて記憶して、自分が好きだった眺めを全部頭の中に入れて東京に持っていこうというふうに思ったんですね。なので高3の3月とかはもう山を歩いて河原を歩いて、石の形も川の色も山の匂いも全部覚えて東京に持っていこうというふうに思っていたのを今でも覚えてますね。いや夕暮れの空はグラデーションになっていて、また違った景色が見えてきますね。新海監督はですね、4年前母校神戸小学校の皆さんに学校のイラストとともにこんなメッセージを寄せているんですね。山と空と川を毎日たくさん眺めてください。子供の頃に見た原風景というのは自分の人生につながっているんだなということを感じることができました。皆さんも神戸町ぜひ来てみてください。次回のいいね信州すごじからは、山岳信仰の地戸隠へ。歴史深い宿坊にまつわる意外な裏話がありました。